北海道岩見沢東高等学校は北海道岩見沢市にある公立の高等学校である。略称は岩東。なお、1995年以前も通常時の私服登校は認められていたが、入学式、修学旅行、卒業式等の行事については制服着用が義務付けられていた。毎年4月、入学式の次の週に行われる。 内容は全部活動が、各々の発表を行うというもの。ダンス中心であった発表が近年、寸劇や、スライドショー、ビデオ映像を用いたものなど、多様化している。体育大会は9月、3月、秋春の2回行われる。周期体育大会の内容は、バスケットボール、サッカー、ソフトボール、バレーボールの4種目。春体育大会では、ミニバレドッジボール、 卓球の3種目が実施される。野球グラウンドから校舎を望む過去に合唱部が9度全国大会に出場したのをはじめ、女子バレー部全国3位、男子バレー部全国優勝。近年では放送局が全国大会に出場、水泳部で世界大会に出場した者も,もいる。野球部は北北海道大会で2回戦進出を果たしている。また過去に、 男子バスケット部、サッカー部、バドミントン部、陸上部、テニス部、卓球部、少林寺拳法部、将棋部、演劇部、囲碁部も全国大会に出場するなど、大学系、文化系ともに、地区大会、全道大会で優秀な成績を収めている。また吹奏楽局は、毎年5月に定期演奏会を開催している。 7月の学校祭では部活動単位で発表を行うものも多い。JR 岩見沢駅前の北海道中央バス、岩見沢ターミナルから出ている路線バスが主なアクセス手段。夏は自転車通学をする生徒の方が多いが、前述の通り坂を登る。ありがとうございます。